こんにちは、フィフィです。韓国で金融機関の混乱が起きています。不動産バブルの崩壊がすでに始まっていて、銀行のリスクが高まっています。韓国の金融機関3社が合計で約7400億ウォン、日本円で約830億円の貸し倒れ引き当て金を計上したことが明らかになりました。 韓国では不動産価格の下落が続いていて、金融リスクに対する不安が広がっています。これすでに不動産バブル崩壊の兆候が出始めているということです。特に不動産だったり、建設関連の企業の倒産が今後心配されているため、それに備えて金融機関が貸し倒れ引き当金を増やしています。またそれだけではありません。 韓国の金融機関は新型コロナが世界的に広がる前、いくつもの海外のオフィス物件に大規模な投資も行っていました。これらの海外の不動産でも金融機関が大損する可能性が高まっているので、金融当局が焦っています。まあ、つまり投資が失敗しているってことですね。え韓国の大手銀行は 去年春頃、でに今後起きる金融の混乱に備えて、貸し倒れ引き当て金をこれまでの計画より大幅に増やすと発表していました。韓国の企業の経営状態が著しく悪いため、今後韓国で倒産や破産が続出することが想定されていたからです。韓国経済人協会が1月31日に出した報告書によると、 韓国企業36,425社のうち約12%にあたる4,255社が経営不振にあることが分かりましたこれ2022年より399社増えてここ5年で最も増加しましたここでもやはり特に悪かった業種は不動産業でしたあと急激に悪化したのは建設業です 経営不振に陥った建設業者が2019年から一気に増えました。建設業が悪化している原因は不動産市場の景気が悪いこと。あと、韓国の高金利が続いていること。また、ウォン安で建設資材の原材料の価格が上昇していて、建設業者の資金が逼迫しているためです。 まあこうして韓国では不動産バブル崩壊の兆候も見え始めたため金融機関がこれに備えて動き出したということです韓国の金融機関はそもそもこうしたリスクに備えてこれまで準備をあまりしてきませんでした、まあ、普通銀行などの金融機関は利子で得た収益をちゃんと取っておくものなんです ただ、韓国の銀行はそうではありません。韓国の金融当局が以前からちゃんとリスクに備えなさいと、銀行に対して何度も呼びかけていたのに、リスクに備えて積極的には動いてきませんでした。つまり、韓国の銀行は先のことを何も考えずに、これまで収益が出ても資金を確保していなかったんです。 しかし、まあ、韓国はコロナが明けてからも経済が回復するどころかどんどん悪くなっています。また、中小企業や個人事業主の倒産も相次いでいます。あと、借金が返せなくて、自己破産を申請する人も多いです。だから、もう自己破産専用の裁判所まで新設したなんて報道も以前ありました。まあ、破産が続出するこうした状況は、銀行にとって大きな負担になります。 だから金融当局は銀行に対して少しでもリスクを減らすよう準備をしろと以前から呼びかけてきました。だいたい韓国の人々は身の丈に合わない借金をしすぎです。韓国ではクレジットカード決済の額が増加し続けているんですが、もうその半分以上が美容だったり外食、衣類などに使われているそうです。 経済が悪いのに後先考えず贅沢なものにお金を使おうと、まあクレジットカードを使う人が多いんですね。でもこれは借金ですからね。まあ身の丈に合わない生活をしてまで自分をよく見せようというところからして見えっぱりなんでしょう。まあこうした価値観が韓国社会には蔓延しています。まあただ返済能力もないのに貸しすぎる韓国の銀行もおかしいです。今韓国では 債務不履行に陥ってていいる人が増えています韓国銀行のデータによると韓国では多くの人が年収の6割以上を借金の返済に充てているといいますこれも平均ですからね収入の9割を借金の返済に充てている人も結構いますもちろん生活費に充てるために借金をしている人もいますが 韓国ではつい最近まで不動産が儲かるということで大きな借金をしてまでマンションなどを購入する人がたくさんいました。韓国はこれまで低金利で銀行もお金をじゃんじゃん貸してくれていたのでついつい身の丈に合わない大きな買い物、つまり不動産投資をしてしまう人が多くいました。でも韓国ではこの数年アメリカの金利の上昇に合わせて 韓国銀行も段階的に利上げしています。金利の上昇で人々の借金返済の負担が大きくなってしまいました。しかも日本ではあまり報じられてはいませんが、さっきから言っているように韓国ではすでに不動産バブルが崩壊し始めています。マンションの価格が徐々に下がっています。借金が返済できない状況でマンション価格が下がって、 じゃあマンションを売ってしまおうとなってもこれでは売れません、まあ、仮に売れても安くなっているので大きな借金だけが手元に残ってしまいますまあそれ以前に自己破産を選ぶ人も多いでしょうまあだから冒頭にもお話ししたように韓国の銀行は今金融の大きな混乱に備えて動いているわけですで韓国がこうした状況を、 自力で立て直せるのなら良いんですが韓国にそんな能力はありません韓国は自分たちだけで経済発展してきたなんて誇っていますが日本やアメリカの支援があって経済が成長してきた国です日本やアメリカに生意気な言動を繰り返して経済支援が受けられなくなったこの数年は韓国経済がみるみるうちに奈落の底に落ちていきました 文在寅政権の時なんて反日不買運動に国民の7割以上が熱狂していましたからね誰のおかげで経済が成り立っていたのか韓国国民は意識もしていなかったんですでもここに来てもう経済悪化に何の手だてもないと気づき始めた韓国の人々が焦っています特に最近は韓国メディアが盛んに日本との関係強化をすべきだといった記事を掲載しています 韓国の大手メディアである中央日報は、総選挙の結果に関係なく、協力的な日韓関係を続けるべきなんてタイトルの長いコラムを掲載して、日韓関係の重要性を訴えていました。これ、中央日報がなぜ、総選挙の結果に関係なく日本と韓国の協力関係をなんてことを言っているのかというと、今年韓国で総選挙があって、 反日バリバリのともに民主党が多くの議席を取る可能性があるからなんですただたとえそんな結果になっても韓国経済のために日本とは協力関係でいなければいけないと言ってるわけですねもう日本からしたら本当虫がよすぎる話ですよね 国民の7割以上が反日不買運動をしていましたし日本の原発処理水放出の時も同じく韓国国民の7割以上が反対していました。でも日本から経済支援はしてほしいから協力すべきだなんて言っているわけです。あとつい最近も日本と韓国との関係改善のために韓国にいる日系企業の駐在員を集めて韓国の教授が 日韓関係改善のための講義をしたそうですこの方は名門四世大学の大学院の教授ですこの方が言うには日本と韓国が手を結べば世界をリードできる存在になるのに日本の政治家の言動に反発して韓国では反日感情が燃え盛っているという悪循環が繰り返されてきたなんてこんなことを話しています これではまるで日本の政治家の言動が発端で韓国で反日が起こっていると言っているようですよねただこうした韓国社会の反日も若い世代で変わりつつあるなんてことを韓国にいる日本の駐在員の前でこの教授は力説していたそうです、まあ、いずれにしても日本から経済支援をしてほしいなら韓国が日本に対する姿勢を改めるべきです 日韓韓関係を悪化させた原因は韓国にあります、まあ、日本政府は韓国が今後どこまでまともになるのか見極めて引き続き経済支援には慎重になるべきですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。 そして「フィーフィーチャンネル」の登録もお願いします。